フーゴー・ウィンクラー、フーゴ・ヴィンクラーは、ドイツの考古学者、東洋言語学者、古代小アジアの大国筆体とを再発見した。1863年に、ザクセン州グレーフェンハイにエンに生まれる。1904年から、ベルリン大学で、設計文字など古代言語学の教授を務める。ヴィンクラーは1906年、小アジア内陸部の村、ボアズ巨イを発掘し、 年度版文書の対処庫を発見した。すでに以前からアマルナ文書の研究で未解読の言語で書かれた年度版に触れていた彼はボアズキョイでの発掘で出土する年度版文書からその地位がかつての筆体との首都ハットゥシャであることを明らかにした。すでにエジプトで発見されていたエジプトのファラオラムセス2世と ヒッタイトをハットシリ3世のアッカド語で書かれた平和条約文書の体となる年度版が発見されたことが決定的証拠となった。彼自身はヒッタイト語解読に成功しなかったが、発掘は1912年まで続けられた。これらの年度版文書はその後のヒッタイト語解読によって英華界から中東に至る地域の政治、宗教の研究について、 重要な示唆を与えるものが少なくないことが判明した。例えば、クマルビ神話の発見により、ヒッタイトの王権交代神話と古代ギにリシアの詩人、ヘッシオドスの神登記との類似が指摘され、ギリシア世界への影響が論じられている。また、ヒッタイトの王シュッピルリューマ一世と、ミタンニオマティワザとの間で交わされた平和条約に関する公文書。 未完に筆った糸条約文は古代中東世界、とりわけ古代アーリア人の宗教の研究に大きな影響を与えた。1913年ベルリンで死去。ありがとうございます。